アラモゴードは、アメリカ合衆国ニューメキシコ州、オテロ軍の都市。人口は2010年の国勢調査で3403人。都市の名前はスペイン語で、よかな箱柳を意味する。オテロ軍の軍庁所在地である。ホロマン空軍基地とホワイトサンズミサイル実験場は、アラモゴード近くに位置する2つの主要な軍事基地である。市は、最初の宇宙飛行チンパンジーの生誕地。 原子爆弾の最初の試験場、そして300万個あると噂されている当たり射製のゲーム ET のカートリッジの埋葬地として有名である。アラモゴードは北緯32度53分45秒整形105度57分8秒、北緯32.89583度整形105.95222度、32.89583-105.95222、 サクラメント山脈の西の側面とトゥラロサ盆地の東端に位置し、高度は4334フィートである。アメリカ合衆国国勢調査局によると、都市の総面積は5 0 1 k トルで、すべて陸地である。以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。基礎データ人種別人口構成世帯と、家族年齢別人口構成収入と、 かけ市場初の原子爆弾は、1945年7月16日に、アラモゴード爆撃試験場で起爆された。その3週間後、8月6日、広島25キロトンのウラン原発リトルボーイが投下された。トリニティ実験場と呼ばれる爆心地は、現在のホワイトサンズミサイル実験場の一部となっている。これは、この場所で行われた。 唯一の核実験である。鳥ティ実験場は、実際には、アラモゴードから100マイル離れたところにあり、1年に2度だけ、訪問者のために解放される。1954年12月10日、ジョン・スタップは、アラモゴード郊外のホロマン空軍基地で、1.25秒間に、時速1017キロから0キロまで減速された、ロケットスレッドに乗った。彼の体には、 瞬間的に重力の46.2倍3 0 8 4ラムの力がかかった。人を乗せて地表を動くものとして最速の記録でもあった。これは射出座席で脱出したパイロットが脱出直後の急減速によって体にどのような影響を受けるかを調査する空軍のプロジェクトの一環として行われた。彼は調査チームを率いる立場にあったが、 自ら実験台に志願していた。マーフィーの法則も同プロジェクトから生まれている。ハムは世界で最初に宇宙飛行を体験したチンパンジーで宇宙における最初の自由な生物として合衆国に宣伝された。彼は1961年1月31日、フロリダ州ケープキャナベラルから打ち上げられ、16.5分間で155マイル飛行後に、 大西洋へ無事に着水した。ハムは1983年に27歳で死亡し、一体は西に帰り、アラモゴードにあるニューメキシコ宇宙歴史博物館前の芝生に埋葬された。1982年3月、スペースシャトルコロンビアが3度目のシャトルミッション STS-3 でアラモゴード近郊のホワイトサンズミサイル実験場に着陸した。 シャトルのウォービタがカリフォルニアとフロリダ以外に着陸したのはこの時だけである。1983年、ビデオゲーム産業の崩壊により、当たり車の倉庫は楽観的に乱造した何百万個もの売れないビデオゲームのカートリッジでいっぱいになり、その中には500万個の ET のカートリッジも含まれていた。アーケード機でヒットが確立された、または発売前に、 テストされたゲームよりも映画に基づいたビデオゲームを作ることは非常に疑わしい決定ではあったが完成したゲームは史上空前の低品質であった。当たり者はクリスマス商戦に間に合わせるため ET をおよそ6週間で開発するよう急がせたが結果として ET のキャラクターを読み込むのに時間がかかってプレイヤーを苛立たせる上プロットやグラフィックスも標準以下で ろくにプレイできないゲームになってしまった。当たり社の当時の社長兼 CEO によれば、ほとんどすべてが帰ってきたという。捨て値で販売して、過剰在庫を裁こうとした、ビデオゲームメーカーもあったが、当たり社は値下げしても売れ残ったゲームとゲーム機の在庫を、テキサス州エルパソの工場から14台のトラックに積んで送り出し、1983年9月末に、アラモゴードの埋め立て地に捨てた。 場所を特定されないように、キャタピラーでゲームを平らに押しつぶし、コンクリートで埋め立てたという。2001年、キリストコミュニティ協会が、ハリーポッターシリーズを含む公共の本を燃やしたとき、アラモゴードは、ちょっとした国際的ニュースになった。他の本と雑誌も燃やされた。事件を起こしたパスタージャック・ブロックらは、これらの本には、悪魔的な内容があり、子供に影響を与えて、 魔法を始めさせてしまうと述べた。この出来事には多くの者が異論を申し立てた。市内郊外3つの合衆国ハイウェイがアラモゴードを通る。合衆国ルート54は南からアラモゴードに入り、南東から入った合衆国ルート70と合流する。合衆国ルート82の起点はアラモゴードにあり、合衆国ルート54と合衆国ルート70が、 市の南端で合流したところから始まる。アラモゴードの北で合衆国ルート82は、まだ合流したままの合衆国ルート54と合衆国ルート70から分岐する。この地点で合衆国ルート82は、サクラメント山脈とリンカーン国有林に向かって東に曲がり、合衆国ルート54と合衆国ルート70は、近接するトゥラロサの村で分岐するまでさらに北へ。 数マイル続く。ありがとうございます。